こんにちは伸び立て留学ジャパン日本代表プログラム高校生コース事務局ですこの動画では、飛びたて留学ジャパン高校生コース第4期生に採用された派遣留学生、その保護者の方、学校の先生方向けに、派遣留学生として採用された後奨学金の支給申請などをどのように行うかということについて説明いたします。説明は 奨学金等に関わる事務手続きの手引きというこちらの冊子に沿って今期から変更になっているところや特に大切なところを中心にご説明いたしますこちらの画面上ではご覧いただきたい箇所をご案内いたしますのでお手元で冊子を確認していただきながらご視聴くださいこちらの冊子は事前にお送りさせていただいておりますが一部誤植がございました 手引きに記載の一部の様式のアルファベットと、ご使用いただく様式のアルファベットにそこがございます。ご使用いただく様式のアルファベットが正しいものでございます。手引きにつきましては、修正版をホームページにアップしております。また、本動画内では修正済みの手引きを使用しております。こちらの冊子は、 飛び立て留学ジャパン高校生コースホームページからもダウンロードできますホームページ上でのダウンロードの手順をお伝えいたしますご覧いただいております画面の右上メニューボタンをクリックくださいこのような画面が出てまいりましたでしょうかこちらの画面の左下にございます高校生コースのエントリーというボタンに進んでください そうしますとこのような画面が出てまいりますこちらのページの下部に採用者への奨学金支給についてというところがございますこちらの高校生コース必要書類等ダウンロードというボタンに進んでくださいその後このような画面が出てまいりますこちらは生徒用のページとなっております教職員の皆様は上部にございます教職員専用ページはこちらという箇所をクリックしてください 生徒の皆様保護者の皆様におかれましてはこちらのページの下部にこのようなところがございます今赤枠で示しておりますこちらに各種様式や手引きがございますのでこちらからダウンロードしてご視聴くださいそれでは早速説明を開始してまいりますこの飛び立て留学ジャパン日本代表プログラムは留学を志し 将来日本世界を担うリーダーとなる皆さんへその支援として返済不要の奨学金を支給するというプロジェクトですが採用後に奨学金が自動的に振り込まれるというわけではありません奨学金を受け取るためには各種書類の提出などのお手続きが必要となりますその手続きについて書かれているのがこの奨学金等に関わる事務手続きの手引きとなります この手引きに書かれているのはこちらの赤枠で示した図の通りとなります。奨学金受給に関わる手続きについては一通りカバーされていますので困ったらこちらの手引きをご覧ください。なお飛び込みという当プログラムで採用された派遣留学生通称飛び立て生限定の SNS また事前研修・事後研修の詳細につきましてはペットご案内が 在籍学校等へ発送されますのでそちらをご覧くださいそれでは早速手引きに沿ってご案内を進めてまいりたいと思いますまず3ページをご覧ください高校生コースの要件についてですこちらは募集要項でもご案内をしておりますすでにご確認いただいているものと思いますので重要な部分だけ確認させていただきます4ページです 派遣留学生の要件と留学計画の要件について記載しております留学計画の要件については赤線で示しております留学開始日、帰国日、留学期間についてご確認ください留学開始日については2018年7月1日以降2019年3月31日までとなっております おそらく申し込みの時点で満たしているかと思いますが今後留学計画の変更が発生した場合にも要件を満たしていただかないと支援の対象外となってしまいますのでご注意ください続きまして各分野の留学期間についてご説明いたしますアカデミック・提供ク分野が最も短く14日から21日間となっております アカデミック・ロング分野が最も長く107日間から365日間それ以外はすべて14日から106日間となっておりますそして留学期間とはエージェントや受け入れ先期間から発行された書類に記載されている期間を指します ただし採用されている分野の対象外となる留学先での活動については留学期間に含まれません例えばスポーツ芸術分野で採用された派遣留学生がその主な目的となるチーム団体などでの試合練習のほかに英語力向上のために語学学校に通う場合などがこれにあたりますこちらは留学内容によっても変わってまいりますので 確認が必要な場合にはこちらからご連絡をさせていただきます。続いて7ページです。支援内容についてご説明いたします。こちらも募集要項と重複しますので、重要な部分だけご説明いたします。まず、派遣留学生に支給されるものには大きく3つあります。事前研修参加費。 奨学金事後研修参加費の3つですそれぞれについて説明いたしますまず事前研修事後研修の参加費についてですこちらは留学の前後に義務付けております研修会への参加交通費となりますこちらは実際にかかった金額ではなく所属している在籍高等学校等の所在地の都道府県から 研修が開催される場所までの交通費を定額で支給いたします例えば北海道の学校の方が東京都での研修に参加される場合は一律5万円が支給されます次に奨学金についてお話ししますこちらはよく質問をいただく箇所ですのでゆっくり説明させていただきますまずここで 奨学金と呼んでいるものには意味合いとして三つのものが含まれています一つ目が現地の機関にお支払いするであろう授業料やレッスン料二つ目が往復の渡航費そして三つ目が現地での活動費ですこの後金額についても言及しますが現地からの 授業料が免除されている場合に支給される金額が下がるのはこの授業料が引かれているからです次にこの3項目分の奨学金は分野によって支給の方法が異なりますアカデミック・ロング分野以外の方は3項目分をまとめて一度に振り込みますアカデミック・ロング分野の方は 授業料と往復渡航費をはじめにまとめてお支払いいたします現地活動費については留学中毎月提出いただく報告書がこちらで確認できましたら一ヶ月ごとに支給いたしますもう一度説明させていただきますまずここで奨学金と呼んでいるものには三、えー、つのものが含まれています一つ目が 現地の期間にお支払いするであろう授業料やレッスン料、そして2つ目が往復の渡航費、最後に3つ目が現地での活動費です。この後、金額についても言及いたしますが、現地からの授業料が免除されている場合に支給される金額が下がるのは、この授業料が引かれているからです。そして、この3項目分の奨学金は分野によって支給の方法が異なります。 アカデミック・ロング分野以外の方は3項目分分をままとめて一度に振り込みますアカデミック・ロング分野の方は授業料と往復渡航費を初めにまとめてお支払いいたします現地活動費については留学中毎月提出いただく報告書がこちらで確認できましたら1か月ごとに支給いたします今のお話を図示いたします まず、支援内容については、大きく三種類になります。一つ目が、六月九日、もしくは十六日にご参加いただいた、事前研修の参加費です。こちらは、七月末に支給を予定しております。二つ目は、授業料、往復渡航費、現地活動費の三項目からなる、奨学金です。支給の時期については、この後、再度詳しくお話しいたしますが。 申請書類が不備なく提出され次第となります留学前に自動的に振り込まれるというわけではございませんのでご注意ください三つ目の事後研修参加費については九月以降事後研修会に参加いただいた後に支給いたします奨学金の支給時期についてご説明いたします 奨学金にについてては分野によって支給されるタイミングが異なりますアカデミックロング分野以外の方は支給申請書類が不備なく提出され次第3項目まとめて支給させていただきますアカデミックロング分野の方は支給申請書類が不備なく提出され次第授業料と往復と航費を先に支給いたします 現地活動費にについいいては留学中毎月月ごご提出たたただく報告書が確認されままししら1ヶ月ごとに支給いたします先ほどもご説明いたしましたが奨学金については留学前に自動的に振り込まれるというわけではございませんので支給申請書類の提出を忘れないようにご注意ください次に支給される金額についてご説明いたします手引きの10ページをご覧ください金額は 留学先期間への授業料の支払いがあるかないかまた応募時にご確認いただきました家計基準を満たしているかどうかによって大きく4つのパターンに分かれますなおこの家計基準とは日本学生支援機構の第2種奨学金の家計基準となります11ページ12ページにございますのは家計基準を満たしている つまり、家計基準を超えていない方の金額です。11ページが授業料等の徴収がある方、12ページが徴収のない方になります。続いて、13ページ、14ページにつきましては、家計基準を超えている方です。13ページが授業料等の徴収がある方、14ページが徴収のない方になります。 なお、ここまでの11ページから14ページまでに共通いたしますが、支給金額は留学する地域によって3区分に分かれております。詳細は次のページに示しております。また、アカデミックショート、プロフェッショナル、スポーツ芸術、国際ボランティアの4分野については、留学期間によっても支給金額が異なります。いずれの分野においても支給金額は、 実際にかかった費用ではなく、定額での支給となります。留学する地域の区分は、十五ページの表の通りとなっておりますので、ご確認ください。括弧二にございます。括弧一の除外国とは、こちらの赤枠の国々を指します。続いて、十七ページからは、具体的な手続きの流れについてご説明いたします。 まず、各種提出書類の流れについてです。書類については、生徒ご本人、もしくは保護者様がご準備されるかと思いますが、その提出については、すべて在籍の学校を通じてご提出いただきますようお願いいたします。学校の先生方におかれましては、お忙しい中とは存じますが、どうぞご協力をお願いいたします。なお、奨学金については、ご提出いただいた書類に不備がなく、 すべて受理されましたらご指定いただいた講座へ直接振り込みをいたしますですので書類は学校の先生に取りまとめていただいた上でご提出いただき奨学金に関しては学校を通さずに直接ご指定の講座にお振り込みをいたしますまたこれからお話しいたします奨学金支給申請書類については必要な書類がすべて整ってからまとめて学校の先生にお渡しください 一部のみご提出いただきましてもすべて揃わないと奨学金の支給はできません今お話ししましたところを図示いたしますとこのようになりますまず生徒保護者様から学校のご担当者に書類をお渡しいただき学校のご担当者様から飛び立て留学ジャパン事務局もしくは受付センターにご提出いただくようになります 生徒保護者様におかれましては、ご記入いただく書類以外に、領収書や受け入れ証明書など現地の受け入れ先機関やご利用される留学エージェント様から入手していただく必要がございますので、ご注意ください。では次に、今後、ご提出いただきたい書類4種類を時系列に沿ってご説明いたします。こちらは手引きにはない図ですので、画面をご覧ください。 生徒本人、保護者様、学校の先生にご提出いただきたい書類は全部で4種類です。時系列に沿って説明すると、提出書類、支給申請書類、報告書類、支給完了報告となります。登録書類については、 6月5日締め切りととなってておりまますすすのででにご提出いいいいただいているかと思います本日のメインになります支給申請書類は揃い次第お送りいただき不備なく受理できましたら奨学金の支給を行いますですのでこちらの書類につきましては提出の締め切りという形ではなく揃い次第ご提出いただければと思いますですので 渡航日によって支給日が決まっているというものではございませんので、ご留意ください。続いて、報告書類についてです。こちらは、帰国後2週間以内にどのような留学をしたのかという留学報告書や、現地でのプログラムの終了報告書、パスポートの出入国員のコピーをご提出いただきます。最後に、 こちらからの奨学金の支給などもすべて終わった方からご提出いただくものが、支給完了報告となります。それぞれの締め切り日を示しておりますが、後ほどまたお伝えをいたします。次のページに移ります。こちらも手引きにはない図です。画面のスライドをご覧ください。今お話しした4種類の書類の入手方法、提出方法についてです。 登録書類については、すでにご提出いただいたかと思います。こちらは、当方からお送りした書類、もしくはホームページにも上がっておりましたので、いずれかを使って事務局へお送りいただいたかと思います。不備等ございましたら、学校を通じてご連絡いたします。次に、支給申請書類ですが、こちらはホームページ上に必要な書類を挙げておりますので、ダウンロードしてご利用ください。加えて、 受け入れ先機関等から発行していただく受け入れ証明書、請求書などが必要となります。必要な様式については、この次に説明いたします。留学が終了してから2週間以内にご提出いただく報告書類についても、ホームページからダウンロードしていただきます。報告用のワードファイルがございますので、 そちらに留学先で感じたことなどをまとめてご提出いただきますまた修了証明書などプログラムが修了したことを証明する書類もご提出いただきますこちらは受け入れ先機関等から発行していただくことになります最後に支給完了報告についてですがこちらは留学が終わり事後研修会にも参加しすべての支援が終了した後に 事務局から在籍学校へ郵送いたしますのでそちらをご確認いただきご返送ください他の書類のように先生方保護者様にダウンロードしていただき作成いただくというものではございませんこちらからお送りいたしますのでそれまでお待ちくださいこちらの発送に関しましては今年の秋以降になる見込みでございます今お話しした書類について 全分野共通のものとアカデミック・ロング分野の方のみ必要なものの2つに分けて再度ご説明いたしますまずは全分野共通の書類についてです19ページをご覧くださいまず登録書類についてはこちらに記載されている様式 A から F が該当しますが A から E につきましては6月5日を締め切りとしておりましたのですでにご提出いただいているかと思います 様式 F は緊急時の連絡先一覧になります。こちらは留学の開始までにお送りください。次に奨学金支給申請書類です。準備ができ次第まとめてお送りいただきたいものです。こちらは様式 G と受け入れ先機関等から発行してもらう受け入れ証明書と、その下にございますのが 授業料、領収書、書請求書が該当いたしますなお、受け入れ承諾書等が発行されない場合は、様式一をダウンロードして現地の方に書いてもらってください。受け入れ承諾書等が発行されている場合、様式一を提出する必要はございません。先ほどご説明しなかった書類が緑で編みかけをしております、様式 K です。 こちらは、様式 C 提出以降に留学計画に変更が生じた場合、ご記入の上ご提出ください。こちらについては、後ほど承知いたします。留学後に提出が必要な書類は、ホームページ上からダウンロードしていただく様式 L、M と、受け入れ先機関等が発行した修了証明書、パスポートの出入国印の押されたページのコピーです。 歩行先によっては出入国員のスタンプが押されない国がありますので、その際にはその旨をどのような書式でも構いませんので、お記入の上ご提出ください。様式 M の留学報告書は、留学後にどのような留学だったのかを写真なども交えて報告いただくワードファイルになります。こちらは郵送ではなく、データをメールに添付してご提出ください。 その他の書類としては先ほどもお話しした、様式 P 受領報告書が支給完了の報告書となります。こちらは留学後、自己研修会も終わって、奨学金等の振り込みも終わった後に事務局から発送いたしますので、ダウンロードしたり準備していただく必要はございません。なお、様式 N の辞退届、様式 Q の 返納報告書は必要に応じてご提出いただくこととなります。続いて20ページはアカデミックロング分野の方向けの書類の一覧です。アカデミックロング分野の方のみ追加でお願いしたい書類が2つございます。それが様式 i と様式 j です。様式 i については、様式 G、受入承諾書、領収書などと一緒にお送りください。 ここをしてしまうと連絡や本人のサインなどが取りづらくなりますので原則留学開始前にお早めにお送りいただきますようお願いいたします様式 J については毎月の活動報告書になります毎月の活動の振り返りや次月の目標などを記載いただきますこちらは留学開始後生徒ご本人が準備して 現地の受け入れ先機関の方と、日本の学校の先生それぞれにサインをいただき、お送りください。海外とのやり取りをするので、PDF にする機会が現地の学校にあれば、そちらを使ってください。もしなければ、携帯電話等で写真を撮った画像データで、日本の学校の先生とやり取りをされても構いません。最近は、アプリでも PDF のように、 鮮明に取れるものがございますのでそちらをご利用いただいても構いませんただしブレてしまっていたり全体が暗いなどのために文字が読めない場合には処理することができませんのでご注意くださいこれら以外の書類につきましては他分野の方々と一緒です続いて二十一ページです今お話ししたような内容がこちら以降に書かれておりますのでご確認ください 本動画内では重要なところだけをピックアップしながらご説明いたします。22ページの留学計画の変更申請についてですが、こちらはこの後の章で扱いますので、ここでは割愛いたします。続いて、様式 F 緊急時連絡体制報告書についてです。こちらは渡航中に何かあった場合の緊急連絡先となりますので、 必ず留学の開始までにご提出くださいもしホームステイ先が直前まで決まらないとございましたら分かってから速やかにご提出いただくか直前に決定などと書いて一度ご提出いただき後日メールでご連絡をいただいても構いませんまた緊急時にはこちらの書類をもとに我々から直接生徒・保護者様へご連絡することもございますのであらかじめご了承ください ここからは、奨学金の支給申請書類についてですそれぞれの書類のポイントが四角で囲まれていますので提出の前に確認してください。例えば入学許可証または受け入れ承諾証では1点目として留学先機関または留学エージェントが発行することとなっております。そのため ご自身で作成されたものでは受付できません二点目として留学期間留学先期間における授業実習プログラムの開始日から終了日までが明記されていることですこちらは先ほどお伝えしました通り奨学金の金額に関わってまいりますこちらの承諾書に書かれている日数をもとに計算いたしますので きちんと日数が書かれていることをご確認ください続いて昨年一番不備の多かった授業料の領収書または請求書についてですこちらは注意点が四点ございます一点目は先ほど同様留学先機関または留学エンジェントが発行するものであるということです万一 留学先機関等が領収書や請求書を発行していないという場合は最終的な支払いが確認できる書類をご提出ください例えばインターネットでの決済システム画面を印刷したものや留学先機関が指定する銀行口座への送金記録などがこれにあたります2点目は留学先機関の名称が確認できること3点目は 派遣留学生本人もしくは親権者宛てであること。4点目は請求・領収金額に授業料相当額が含まれていることが明記されていることです。この不備の例で記載されている費用の内訳がないパッケージ費用、短期留学費用などだけでなく授業料、レッスン料、インターンシップ料のように 目が分からななければなりませんお送りいただく際には支給申請手続きに関する書送付状もございますこちらがチェックリストになっておりますのでこちらをご参照くださいもう少し今の授業料徴収の説明をいたしますスライドをご覧ください上段が授業料徴収ありを示し下段が「 授業料徴収なしを示しています多くの方が民間企業や団体などの留学エージェントを利用されるかと思いますどちらの場合も生徒・保護者様から留学エージェントにお支払いをされるところまでは同じです違いは留学エージェントから現地の受け入れ先機関に支払われる授業料相当額のお金があるかどうかです 留学エージェントが現地の受け入れ先機関に支払う授業料相当額のお金がある場合は、授業料徴収ありとなり、お支払いがない場合は授業料徴収なしとなります。飛び立て留学ジャパンの奨学金は、受け入れ先機関からの授業料・レッスン料等の徴収に対して支援を行いますので、この下のケースの場合には授業料免除扱いとなります。 これらの判別のために領収書には授業料相当額の有無を記載いただいております続いてこちらのページはアカデミックロング分野の方のみが対象となります様式 I 奨学金支給申請確認書については毎月いくらお支払いするのかの確認になります こちらに書いていただく金額は、実際にかかった金額ではなく、先ほどの11ページから14ページに記載のありました、家計基準を超えているかどうか、授業料の徴収があるかどうかによって分かれている4つのパターンのいずれかの金額をご記入ください。続いて、様式 J、留学状況報告手続きです。こちらは、 留学計画の進捗並びに、在籍確認のために、渡航中毎月ご提出いただきますこちらの書類の提出が確認できましたら、毎月の現地活動費をお支払いさせていただきますこちらについては、注意点が3点ございます1点目は、報告対象留学期間は、1日から月末と記入されていることです なお、留学の開始月、終了月はそれぞれ活動開始日活動終了日をご記入ください。2点目は留学先担当者記入欄在籍高等学校担当者記入欄は報告対象留学期間経過後に署名を受けていることです。 書類自体は生徒本人が作成することになりますが作成後に現地の担当者様と日本の学校の担当者様に署名をいただく必要があります3点目として PDF または写真は敷地できることを確認してから送信してください先ほどもお伝えいたしましたがこちらの書類は海外とのやり取りが必要となりますので 現物ではなく PDF もしくは写真のデータをご提出いただくことになりますなお、様式 J につきましては毎月7日を提出の締め切りとしておりますまた、昨年度もございました事例をお伝えいたします学校によっては長期の休暇中に受け入れ先機関のサインがもらえないケースがございましたその場合は 休暇明けにサインをもらってからご提出ください休暇明けに翌月分と一緒にサインをもらいご提出いただくことで2か月分まとめて支給いたします続いて25ページに移りますここからは留学終了後の書類となります全部で5点ございます1点目は様式 L 留学報告書送付状です。こちらはチェックリストを兼ねておりますので、ご提出いただく際に不備がないか、ご確認いただければと思います。二点目は、修了証明書の写しです。こちらは、現地の受け入れ先機関から出していただくものになります。三点目は、パスポートの出入国印のコピーです。 複数の国・地域に留学される場合は、それぞれのページのコピーをご準備くださいここまでの三点については、郵送にて受付センターまでお送りくださいなお、こちらの提出締め切りは、帰国後2週間以内となります続いて、26ページに移りますご提出いただく書類の4点目は、様式 M、留学報告書です こちらはホーーームページ上にワードファイルでアップしてあります留学中にどのようなことを学んできたかを写真を交えて作成してください。作成後は26ページに記載してあります事務局宛にメールにてご提出ください。そして5点目の様式 P 奨学金等受領報告書は 奨学金の支給などがすべて終わった後に事務局で作成し学校へお送りいたしますので到着を待っていただく書類ですこちらの提出期限につきましては郵送の際にお知らせいたします続いて二十七ページに移ります奨学金の支給スケジュールですこちらはアカデミック・ロング分野以外の方向けになります いつまでに書類をご提出いただいたら、いつ支給されるのかが記載されています。上部の赤線部分が注意点となっておりますので、ご確認ください。原則として、第一回目の奨学金支給申請は、7月31日までに出発する派遣留学生を対象とさせていただきます。同様に、第二回目の奨学金支給申請につきましては、 8月31日ままでに出発すする派遣留学生を対象とさせていただきますそのため9月1日以降に出発される方につきましては第3回以降のスケジュールをご確認くださいなお各期限までに書類を提出いただきました場合でも万一不備などございましたら支給会がずれ込むこともございますのであらかじめご了承ください また、先ほどもお伝えいたしましたが、書類につきましては、すべて揃ってからの支給となりますので、一部ずつの送付ではなく、まとめて送付いただきますようお願いいたします。続いて、二十八ページです。アカデミック・ロング分野の生徒の方向けのスケジュールとなります。先ほどもお伝えいたしましたが、アカデミック・ロング分野の方については、 奨学金三項目のうち授業料と往復渡航費の2点と現地活動費の支給のタイミングが異なります28ページ上段にありますように授業料と往復渡航費は書類をご提出いただき次第お支払いさせていただきます原則渡航前に行ってください現地活動費は 28ページ下の表のスケジュールにありますように原則7日までに前月分の報告書を当方へメールにてご提出いただきその月の月末に現地活動費を支給いたします。例えば7月に留学を開始される場合は7月31日までの活動報告を派遣留学生が作成し現地担当者様のサインをいただきます。 そしてそれを日本の学校の先生にお送りいただきますその後日本の学校の先生がサインをされたものを8月7日までにご提出いただけましたら8月31日に7月分の現地活動費が支給されます具体例で説明いたしますこちらはアカデミック・ロング分野以外の方の場合です 6月9日の事前研修会に参加された方には7月21日に事前研修の参加費をお支払いいたしますそして7月23日から14日間の留学に行くために6月29日までに不備なく書類をご提出いただければ7月31日に奨学金を支給いたしますそして帰国後の事後研修を 9月23日に受けた場合10月31日に事後研修の参加費をお支払いいたしますこのように事後研修の参加費につきましては参加会によっては翌月末のお支払いとなることもございますのでご了承ください続いてアカデミックロング分野の場合です先ほど同様に 6月9日の事前研修会にご参加いただいた方には7月21日に事前研修の参加費をお支払いいたします。そして9月2日に出発をする場合には7月31日までに不備なく書類をご提出いただければ8月31日に往復渡航費と授業料をお支払いいたします。 その後は毎月様式 J をご提出いただき現地活動費をお支払いいたします帰国後2019年9月14日の事後研修にご参加いただいた場合2019年10月31日に事後研修の参加費をお支払いいたします続いて29ページ以降に移ります 留学計画に変更が生じた場合についてです30ページですやむを得ない場合を除き変更手続きは原則渡航前に行ってください様式系変更申請書の提出が必要になるのは先日ご提出いただきました様式 C 登録表の提出以降に変更が生じた場合です なお、様式 C で変更を申請いただいた方々につきましては、随時確認を進めております。様式 C でご提出いただいた内容について、再度変更申請書を提出する必要はございません。また、変更申請の承認には1か月程度かかる場合がございますので、変更が発生しましたら、速やかに申請をお願いいたします。また プログラムや留学先期間が変わる場合など留学の学習内容プログラム自体が変更となる場合にはその内容がわかる書類も併せてご提出くださいなお計画の変更による奨学金の増額は認めておりませんのでご留意ください次に31ページです派遣留学生としての採用の取り消し留学の中止取りやめについてです 三十二ページをご覧ください。まず、派遣留学生としての採用が取り消されるのは、五の一に挙げられているような場合です。日本代表として留学していただくものですので、自覚を持って行動していただきますようお願いいたします。また、やむを得ない事情により辞退される場合は、まずは学校の ご担当者様から当方までメールにてご連絡くださいその後、こちらに記載しております様式 N、自体届をご準備いただき、ご郵送ください万一、奨学金等の返納を求める場合にはこちらからご連絡させていただきます続いて三十三ページです お問い合わせ先やメールの連絡先はこちらにまとめております様式や内容によって問い合わせ先・送付先が異なりますのでご確認くださいなお2018年8月6日月曜日をもちまして受付センターが移転となりますのでご注意ください 電話番号は決定次第、メールなどで学校の先生にご連絡いたしますメールアドレスは変わりませんなお、こちらの情報につきましては修正前の手引きには記載がございませんのでご注意ください生徒や保護者の方におかれましてはまず学校の先生にお問い合わせをいただくこととさせていただいております何卒ご理解いただきますようお願いいたします 最後になりますがよくいただく質問について回答させていただき終了とさせていただきますまず一点目です奨学金申請に必要な授業料領収書または請求書は留学費用すべてを含む金額でよいのかということについてですこちらに関しましては内訳として授業料レッスン料 といった言葉が含まれていることがわかれば留学全体の費用の領収書で構いません続いて二点目です長期休暇中など学校が閉まっている期間に生徒が帰国する場合在籍学校を通して帰国後二週間以内の提出報告が難しいこういった場合には学校が再開次第お送りいただけましたらそれで構いません 続いて3点目です。個人が受け入れ先機関となる場合など受け入れ証明書を発行してもらえない場合にはどのような書類を作ってもらえばよいかこちらに関しましては先ほどお伝えいたしましたがホームページより様式 H 受け入れ承諾書フォーマットをダウンロードしこちらに記入をいただいてください4点目です インターネットでの振り込み等により領収書が出ないそういった場合です。こちらに関しましては受け入れ先機関名、派遣留学生の氏名が確認できる受け入れ先機関への送金証明書や料金表を合わせてご提出ください。えー、ウェブページの印刷でも構いません。続いて五点目です。 外国語でで書書かかれた書類を提出してもよいですかということですが英語以外の言語で書かれた書類につきましては簡単な日本語訳も添付してください。誰がその学校等に行ったのかいつからいつまでどこで受け入れているのかいくらかかっているのかそういった部分だけでも構いませんので日本語訳をつけていただきますようお願いいたします。続いて6点目です。 ホームステイ先が直前まで決まらない場合、様式 F、緊急時連絡先一覧はどのようにすればよいですか、ということです。こちらに関しましても、先ほど一度お伝えをいたしましたが、ホームステイ先情報のみ未定としてご提出いただければと思います。その後、確定いたしましたら、留学開始までにメールにてご連絡ください。この連絡先一覧については、 学校やご家庭で把握をしておいていただきたいという意味合いもございますご本人様でしっかりと調べ万一の場合の行動についても確認をしておいてください最後に七点目ですスポーツ芸術分野だが語学学校にも通う予定です語学学校のスケジュールが変更になった場合変更申請は必要ですかこちらに関しましては 各分野の主目的に関わらない受け入れ先機関の変更については申請は不要ですただしそれに伴う帰国日の変更等については申請をしてください例えばアカデミックテイクオフ分野は語学習得が目的のため変更申請が必要となります他の分野の場合語学学校は原則として主たる目的ではないはずなので変更申請は不要となります 以上で説明はすて終了となりますここでご説明したような手続きに加え、渡航中の安全管理など、しっかりと事前準備を行っていただき、くれぐれも安全に気をつけて、素晴らしい留学をしてきてください。長時間にわたりご視聴いただき、ありがとうございました。